俺はコージ高校生。コージくんいい調子だな。コージありがとうございます。コージくんハイタオル。ありがとうクロハさん。いい指導者に面倒見のいいマネージャー。陸上部に入れてよかったな。ねえコージくん、コージくんの栄養管理もしたいのだから、普段の食生活を聞かせてくれる？わかった、ありがとう。その晩、あ、早速クロハさんからだ。コージくんの好きな食べ物って何かな。あれ、食べたご飯の内容を報告するんだと思ってたんだけど、クロハさんが俺の好きなもの聞いてどうするんだ。タンパク質が取れれば何でも食べるよ。コージくんたら、私が作った料理なら何でも食べるだなんて照れるじゃない。思えばこの日を境にクロハさんの行動はエスカレートした気がする。次の日、コージくん、はい、今日のお弁当、タンパク質がしっかり取れる特製弁当よ。え、お弁当？昨日好きなもの聞いたのはそのため？じゃあまた部活でね。お弁当あるのにどうしよう。そこまでしなくていいって後ではっきり言おう。クロハの行動はどんどんエスカレートしていき、コージくん一緒に移動しよう。クロハさんは別のクラスだろ。いいじゃない、途中まで一緒に行こう。いや、やめてくれよ、腕は組まないよ。部活中もコージくんとお近づきになれるとでも思ってるの？応援しに来ただけだよ。みじめ、はい、帰った帰った。コージくんに近づくギャラリーは全部追い返したからね。誰も頼んでないのに。日曜日、最近のクロハがなんだか不気味で、明日学校に行くの怖い。どうしてあんなに俺に干渉してくるんだろう。クロ、クロハから電話だ。あ、コージくん、全然返事来ないから電話しちゃった。食材買ったよ、あと20分で着くね。え、着くってどこに？メッセージ送ったでしょ。今日はコージくんの家で私がご飯作ってあげる。いい、大丈夫だから。わかった、大丈夫なのね、じゃあ後でね。大丈夫ってそういう意味じゃ。うわー、クロハが来る。母さん、どうしたのコージ。クロクロヤバヤバでヤバいんだよ、絶対家にあげないで。まあ、息子の様子がいつもと違う。ピポピポ、コージ開けてくれ。クロハ帰ってくれ。何言ってるのよ、食材冷凍庫に入れたいから早く開けて。ご飯は作らなくていい、食材も持って帰って。そう、わかったわ。あら、意外とあっさり。場所を私の家に変更ってことね。家で待ってるね。違う。偉いのに気に入られたわね。事情は分かったわ。もうダメ無理。はいはい、お願いします。いえ、ではこれで。あの子がコージに接触しないようご両親によくお願いしておいたわ。もし破ったら家から出さないとおっしゃってくださったわよ。ありがとうお母さん。母がクロハの両親を説得してくれたおかげでクロハの行動は一旦収まった。穏やかな学校生活に戻れる。え、下駄箱に何か入って。差出人は書かれてないけど分かる。これはごめん、これは受け取れない。気に入らなかった、次はもっと喜ぶもの見つけてくるからね。違う、てか待って、これなんか動いてる。プレゼントも弁当も家に押しかけるのも本当に迷惑なんだ。頼むから何もしないでくれ。コージくん、私と会っちゃダメっていうご両親の言いつけを守ってるのね。分かってる、辛いのは私も一緒よ。その後もクロハのプレゼントと遠くからの眼差しは続いたが、無事高校を卒業した。ついに卒業、これでもう私たちいつでも会えるね。コージくん、俺は県外の大学に進学したため完全にクロハと離れることができた。その後大学で出会ったソラと付き合うようになり、夏休み旅行も兼ねて俺の実家に2人で滞在することにした。コージ何か考え事してた？ああ、地元に着いたら昔のことを思い出して。ふるさとが懐かしいんだね。いらっしゃい、ソラちゃん。お母さん、お世話になります。来たばかりで悪いけど、母さんちょっと出かけてくるわ。え、どこに？え、おばさんが入院？大した怪我じゃないんだけど、お見舞いに行ってくるわ。あ、俺も行こうかな。ソラ、悪いけどいいかな。私は留守番してるよ。私が行ってもお邪魔になっちゃうし、安心してお見舞い行ってきて。ごめんな、そんなに時間かからないと思うから。お留守番お願いね、ソラちゃん。お任せください。コーチが帰ってきたら何しようかな。オーバークックかヒューマンホールフラットか。ピポン。お、はい、どなたですか？はあ、あんた誰？コージくんはどこ？え、コージのお知り合いですか？私はコージくんの彼女よ！はい？彼女？まさかコージ、この人と、二股？いやいや、そんなわけないか。つまり元カノさんってことでしょうか？何言ってるのよ！コージくんは彼女の私に会いに帰ってきたのよ！違いますよ、それにコージの彼女は私です。はあ、あんたもコージくんにつきまとう勘違い女ね。家にまで上がり込んで。いや、勘違いはそっちでしょ。コージくんは昔から優しくてモテてたものね。高校の頃は親の言いつけで交際を禁止されたけど、時々私の方を見て吠えてくれていたわ。部活でもコージくんは私が用意したタオルしか使わなかった。クラスメイトの目も気にせず腕を組んで廊下を歩いたり、急に大
ばさん元気そうでよかったよ。帰ってください。いやよコージくん。あら誰か来てるのかしら。え、そこにいるのは。その声はコージくん。会いたかったわ。クロハ、地元に帰ってたなら連絡してくれればよかったのに。するわけないだろう。なんで家にいるんだよ。そうだよね、久しぶりの再会は二人きりがよかったよね。でもコージくんは駅で見かけて我慢できなくて来ちゃった。そう、話が通じないの全然変わってない。帰らないと警察呼ぼうよ。お母様、きっといつか交際を認めてもらいます。わかん。ソラ、無事か。何もされてないか、うん、俺はソラにクロハのことを話した。ということであの人が一方的に俺に付きまとってるんだよ。あの、疑うわけじゃないんだけど聞きたいことが。なんでもどうぞ。あの人が言ってたんだけど、人の目も気にせず学校で腕を組んでたって。ないないしてない。あの人のタオルしか使わなかったっていうのは。真っ先に持ってくるから使ってただけ。お弁当をもらって真っ赤になって照れてたの。青ざめてたよ。全部クロハの妄想だってば。そうよソラちゃん、あの子妄想が激しいの。なんだソラ、ごめん不安にさせて。ううん、コージとお母さんの反応見て分かってたよ。でもやっぱ彼氏とのそういうエピソード聞いたらもやっとしちゃって、コージの口からちゃんと聞いておきたくて。変なこと聞いてごめんね。ありがとうソラ、信じてくれて。その晩ピマン。え、まさか。これ作ったから食べて。結構だ、持ち帰ってくれ。もう照れなくていいのよ。こういうのはもうやめてって言ったわよね。お母様、以前はお料理を用意する前に帰ってしまってすみません。私の料理を食べていただければきっと交際を認めてくださると思ったんです。いりません、帰ってください。もう私とコーチ君は大学生なんです。自分で責任も取れます。お母様が心配なさることなんてもうありません。ご安心ください。安心できるわけないでしょ。そんなこと気にしてるんじゃないのよ。その後も何度も現れ、エスカレートするクロハに耐えきれず警察に通報したのだが、クロハさんの実家に注意しに行ってくれるって。巻き込んでごめんなソラ。コーチも大変だったね。警察沙汰になっちゃったけど、これでもう大丈夫ではなかった。コーチくーん、まだ来たってどこから入ったんだ。ねえコーチくん、みんなひどいわよね、私たちを引き裂いて。でもこれで安心よ。え、結婚すればいいのよ私たち。そうすればみんな認めてくれるんね。ジェピー、いい加減にしてください。何考えてるんですか。ソラ、あんたこそ何考えてんの。かわいそうなコーチくん、そんな女に付きまとわれて。そんな女だと。コージくんの実家に上がり込んで彼女を名乗るなんて、そんなひどい認めてコージくんに釣り合うわけないのに。向かう悪かったですね。おい、なにコージくん。俺にどれだけひどいことをしても大事だけど、ソラのことを悪く言う奴は許さない。とっとと帰れ、二度とうちに来ないでくれ。え、そんな、どうしてそんなこと言うの。彼女に向かってひどいよコージくん。俺の彼女はここにいるソラだけだ。はぁ、コージ、なんで彼女の名前を間違えるの。あなたの彼女はソラじゃなくてクロハでしょ。お前は俺の彼女なんかじゃない。嘘よ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 。やるじゃないあんたも。こうしてクロハは去ったと思っていたが、翌日ポストに入ってたけど、何かしらこの封筒。宛名も差出人の名前もないわ。母さん、それ。ええ、手袋して開けるわ。封筒を開くと出てきたものは。俺たちはすぐ警察に通報し、クロハの実家にも厳重に注意した。あれだけお願いしたのに、これは立派な脅迫ですよ。もう申し訳ありません。今度こそしっかり言い聞かせますから。全部クロハちゃんの妄想なのよ。コージさんはお前とはお付き合いしてないんだよ。違うもん、違うもん、全部嘘よ。もう俺たちじゃ手に負えない。両親の説得も虚しく、クロハは一晩中暴れ、ついに両親の手で通報された。クロハは警察に連れて行かれ、うん、おとなしくしなさい。今は遠い土地にある施設で療養しているらしい。コージくんの熱い眼差しが吐けそう。これでもう俺やソラ、母さんに近づくことはないだろう。結局ほとんど観光できなかったな。大変だったけど、コージの過去を清算できてよかったよ。ごめんなソラ、たくさん思い出作りたかったのに。いいんだよ、思い出ならできたから。え、ほとんど俺の家にいたのに。うん、最高の思い出が。俺の彼女はここにいるソラだけだ。え、なんだよ。